回のラーメン屋花市の続きでござんす。入れ違いにね、入ってきたカップルがね、エビ塩麺っていうのを頼んでたのね。そしたらね、ラスクみたいなのつくみたいな説明を受けてたのよ。それがね、どうしてもね、気になってね、またファンクちゃん訪れました。2杯目です。それでね、出てきたね、このね、エビ塩麺はね、なんか変なのがね、2つついてる。1つはやっぱりラスクなんだけど、ラスクの横にね、なんか、ふりかけみたいなのがついてるのね。これ何ですかってね、あの、お店のお姉ちゃん聞いたら、あ、これね、あの、エビ唐辛子って言われたのよ。エビ唐辛子って何すかって聞いたらね、あの、エビと唐辛子を合わせたもので、あの、エビのね、味がね、引き立ちますっていうのを入れると。だからね、食べるときにね、お好みで入れてくださいって言われたの。でね、ラスクはね、あの、ガーリックがね、ジョバーってかかってんのね。これをね、最後に残ったスープにつけてね、食べてくださいって言われた。すごく変わってるんでね、ちょっとね、どんなね、ラーメンと、あとこのね、トッピングがどんな、あの、入れるとどんな風になるかね、ちょっと試してみました。てかね、その前にね、もうエビの匂いがすげえ。今までね、エビ系でね、こんなにね、すごいのね。ちょっとファンク、出会ったことがない。いや、ものすごい匂いよ。あれ、ここ、なんかエビの死体がいっぱいあるんじゃないっていうぐらいね、ものすごくエビってね、それなんでね、ちょっとね、ファンクね、このエビ塩麺をね、食べてみました。あのね、やっぱりエビってる。いや、半端じゃない。あの、こないださ、あの、大久保のさ、なんかあの、エビとトマトのさ、ラーメンあげたじゃない。あれのね、あれも今までね、食べた中で一番すごかったんだけど、その3倍エビってるよ。え、なんでこんなエビってんの？それでね、エビ唐辛子のね、ちょっとね、パクってみたのよ。いや、これもね、辛くはないのよ。とにかくエビってる。でね、これをね、ちょっとね、入れてみたのね。したらね、あの、エビのね、香りが増すって言ってたじゃん。いや、味もね、香りもね、エビエビエビリバディって感じなのよ。いや、すっごい、もう、なんじゃこれっていうぐらいね、いや、すごいことになってますよ。なんかね、焼いたね、エビをそのまま食ってるみたい。それほどね、エビってんのよ。で、このベースのさ、丸鶏とさ、牡蠣で取ったさ、タイタンがさ、またマッチしてね。いやー、これはうまい。しびれるほどうまい。でね、あまりにも美味しくてね、もう味わってしまったよ。しかもね、麺の底にはむきエビがいっぱい入ってんのね。いや、もうすーごい。これで900円安くね。あと美味しいしね。いや、これね、あの、甲殻類ね、大好きな人にはね、メタメタおすすめ。今までね、甲殻類系で食べてきた中でね、ここね、ぶっちゃけナンバーワン。いや、多分何年もね、揺るがないと思うぐらいね、半端じゃないから。ぜひね、一度ね、ここでね、あの、食べてみてほしいな。それでね、このね、エビ唐辛子というものをね、今回ね、ファンクちゃん初めて食べたんだけども、これってなんか香りが増すね、味もね。エビの、なんていうの、凝縮したようなさ。あれと同じ、あの、カニもすごいけど、カニ缶もさ、なんかカニってるじゃない。うまさを凝縮してるから。だからね、そんな感じでね、これもね、エビってんのよ。ごめんなさいね、さっきから。エビってる、エビってるしか言ってないけど。でも本当にエビってんのよ。こんなところに隠れた名店があるのね。でね、大丈夫かしら？ 2 杯食べに来て。
とっても怪しい。なんか変なおっさんだと思われてないかしら。ちょっとそこら辺心配。あ、それでね、もうね、麺はね、食べ終わったということで、あのね、やっとラスクをね、つけて食べてみました。いやー、これはね、この、エビってるスープにラスクが合うね。いっぱい吸ってね。いやー、こんな食べ方あるのね。いや、でもね、ファンクね、もう、またここ来るな。何度も。それぐらいうまかったわ。梅しそラーメンもね、やばいほどうまかったけど、このね、エビ塩麺はね、その上をはるかにいきますよ。厨房はね、お姉ちゃんがね、運営してて、でね、カウンターにはね、おばちゃんがね、もう愛想よくてね、いっぱいね、麦茶とかついでくれるのね。まあ、女性ならではのさ、この繊細な味付けっていうの。いやー、ぶっちゃけね、いやー、ストレートに来ましたよ。いや、あっさりしてるのよ、すごく。あっさりもしてるんだけど、濃厚。それでね、パンチもあって、五つ星中、まあ、五つ星はもう塔に超えてて、100つ星ぐらいになるかな。そう簡単に5を超えるともうめちゃくちゃになっちゃう。いや、だってめっちゃうまかったんだもん。あとね、接客も良かったし、あとね、優しかったし、あと厨房のお姉ちゃんチャキチャキしてて、ね、ファンク好みだし、ショートだし、ぽっちゃりだし、いや、その要素もね、得点にね、加算されてますよ。おっさんだもん。そういうところはね、目いっちゃいますよ。いや、そこまでのね、グルメ動画だと思っててください。お姉ちゃんによって左右もされます。これはね、もう前もってね、宣言しておきますよ。いや、でもね、本当に美味しかった。またね、本当に何度も訪れますので、よろしくお願いいたします。今度は違うメニューもね、食べてみたいな。それじゃあ今日はここまで。じゃあねー。この間ね、湯島ラーメンってとこに訪れたんだけど、なんとね、ここにはね、白梅ラーメンというね、変わったね、メニューがあります。前にね、一緒にね、働いてた人にね、白い梅と書いた白梅っていう人がいたから、そのまま行ったらね、あ、白梅ラーメンですかって言われてね、ワンキちゃん恥かいた。ここのお店もクイズをファンクちゃんに恥かかさないで。一緒にね、訪れてたね、会社の方がね、クスススッとね、笑ってた。いや、もう本当に恥かいちゃった。でもここのラーメン、うまい。